はい、皆さんこんにちは。こんにちは。京都の能楽師松野さんと私オペラ演出家釣り案内つこがお送りするノートオペラ対談です。いつもご視聴いただきましてどうもありがとうございます。ありがとうございます。今日ね、宇宙元旦なんですよ。知ってますか？え、今日5月、今日ね、撮影しているの5月の19日なんですけども、あの、はい、マヤ暦でいうと260日で1年間が終わるんですけど、今日ね、はい、新年なんですよ。ほう、うんうんうん、そう、それで、あの、まあ、新しい風になるというか、うん、マヤ暦ってなんか聞いたことあるけれど詳しくは知らないんですけど、うん、そうそう、私もね、そんなにね詳しく知らないんですけど、最近ね、なんかご縁でね、マヤ暦の勉強会にちょっとね参加させてもらってね、なんか YouTube とかでも出てますよね。結構出てますよね。なんか、その毎日いろんな意味があるっていうことを、まあ、説いているんですけど、もう、そうやってなんか感じると、なんかこう、その日その日とか、そのこの時間この時間がすごい大切なもののように思えてきます。日本もさ、まあ、言ってみればほら、牛蜜時とかさ、あの、全部月、時に名前があって意味があってみたいな、うんうん、で、その何でしょう、友引きとか、なんかこう仏滅とか、やっぱり日にちにやっぱあるじゃないですかね、うんうんうん、で、なんかそういうのが、なんかこうどんなこう世界にもあったんだなっていう感じ。なんかそのそういう、なんかこうやっぱり一日一日こうなんかエネルギー感が違うっていうか、そういうところに人間も生かされているんだなって思うんですけど、だからそういうのをこう敏感に感じるように、そういうのがあるんだって思うだけで、なんか一回一回こう、今日何の日だっけとか思わなくても、なんとなく、ああ今日こんな気分になるなみたいな、それはこっちだに、なんかそういうエネルギーなのかなみたいにこう思うだけで、なんかこういろんなことがこう許せるようになるっていうか、いいかなと思ってるんですけどね。まあまあそう、で5月になりまして、ドイツはですね、コロナがあのもう風邪同様っていう扱いになりました。はいはいはい、完全に撤回されまして、全部のことが、うんうんうん、でようやく劇場とかでも、まあその、まあ、4月ぐらいからもう結構順に緩和されてて、5月で完全撤廃で、なんで、今はもうお客さんをこうフルに入れて、今までと本当に全く変わらない状態で、あの、公演とかができるように今なってるんですよ。はい、で、ビエナーレっていう演劇祭というか、うん、これはね、結構あのいろんな国、いろんな町にビエナーレってあるんですけど、うん、ベルリンビエナーレとか、ベネチアビエナーレみたいな。で、ミュンヘンにもビエナーレがありまして、で先週と今週が、ビエナーレ週間だったんですね、ベルリンは。うんうんうん、あ、ごめんなさい、ウィーン。あ、うん、ミュンヘン。ごめんなさい。ごめんなさい、うん。そうそう、なんかベルリンは今どうかななんてちょっと見てたんでね、ミュンヘンはもうありまして、そのパフォーマンスね、結構見に行ってたんですよ。うん、で、すごいですよね。あの、こう、今まで作る側の、もうなんか徹底的にこう細かい規制が私たちあって、うんうん、こうなんかこの俳優とはタッチしていいけど、この俳優とはタッチしちゃダメとか、なんか、はいはいはい、このグループは近づいていいけど、こっちとは一緒に演技しちゃいけないとか、もうなんかこう小道具をこう舞台で持って、次に渡す時には消毒しなきゃいけないから、うんちゃらかんちゃら小道具2つ用意しておきましょうとか、はいはいはい、もう本当にいろいろ大変だったんですけど、もうなんか、あ、なんか本当にその日が変わった瞬間に、っていうのは、その法律が施行されなくなりましたっていうのが国で決まった瞬間にドイツは、あの、そうそうそう、OK になったんで、あ、そうですよね、うん、このビエナーレでコンサートでいろいろこうコンサートタイプのもあるし、演劇タイプのもあるし、なんかもう体験型のパフォーマンスみたいなのもあったんですけど、体験型なんかだとこうみんなヘッドホンを聞いて次の人に渡して、一般のお客さんですよ、でこうみんなでこう聞き合ったりとかするのとかもあって、うん、もう全然だから、あの、消毒とかも全く問題ない、関係ない、気にしないみたいな、うん、とかね、あの、その俳優さんがすごい近づいてきて、直接こう私たちに触ってくれたりとかするんですけど、うんうん、そんなこともここ2年間できなかったことが、普通に当たり前のこう生活に戻ってまして、非常に面白いなと思いました。うん、でね、この、ビエナーレなんですけど、ちょっとね、あの、すごくね、あの、
こっちでもこっちでもひっくり返ってるっていう、すごい面白い。あははは、うん、今年のテーマがグッドフレンズっていうテーマだったみたいです。毎回毎年そのフェスティバルごとにあのテーマを決めて、それに基づいてこうやるっていう感じなんですけど、ね、現代というか若手の音楽作曲家を、うんうん、こうサポートするっていう、趣旨なんですよ、ミュンヘンのベルリン、うん、ビエナーでは。で、あのだから何でしょうね、結構本当に若い30代40代ぐらいの人たちの作品を、取り扱っていて、なんであの本当なんかこう当たるか当たらないか分かんない新作をやるっていう感じ、うん、でそのビエナーレはあの国の政府のお金であの主催で動いているので、それってあれですか、そのいろんな箱でいろんなことをやってるっていう。そうなんですよ、うん、あのミュンヘン中のいろんなちっちゃなホールを借りて、そのためにで、そのビエナーレって名前ついてるけど、そのどこかのセンターに行くとそこ全部一つが見えるんじゃなくて、あのこのプロダクションだったらこの演劇場この劇場みたいな感じで、こうすごいこう、はいはいはい、僕も一回ね日本で、うん、どこだったかな、横浜やったかどっかでそんなんがあって一回行ったことありますが、うん、1日に3つぐらい見たのかな。それそういうタイプのコンサートはあのミュージックディアナフトっていうまた別なそういうイベントもあって、それも2週間前だったんですけど、前一晩6時ぐらいから夜の2時ぐらいまでかな、うん、あのそのミュンヘン中にやっぱりそのいろんな音楽祭をや音楽会をやっていて、それでそのミュージックディアナフトっていうフェスティバルの名前でやってるところはあの出入り自由っていう感じ、だから1人1枚チケットを買ったら何回どこを聞きに行ってもいいみたいな感じ、でその6時から2時までの間にもう聞ける人だったら4回でも5回でもコンサートに行くとか、あの自分の好きなものを選んでこう行くっていう感じに、うん、そういうのはありました。これはね、1週間半10日間のイベントだったので、でもやっぱりね一晩に1つ見るのがやっぱりやっとかなっていう感じ、うん、ですね、うん、なんであの結構こう見てきたんですけど、まああのまあ、これプログラムなんですけど、ただ本当ひたすら文字ばっかりっていう感じで。いくつぐらい見あったんですか結局。4つ見ました。4つ。うんうん、で、ね、とにかくものすごいモダン、いろんな形でモダンなんですよ。で、はい、ちょっとね、お写真を見せようと思います。で、ですね、まずね私すっごい気に入った作品があって、それがダーフォアっていう作品なんですけども、うん、今写真見ていただいてると思うんですが、この目の前にあのカメラみたいな、うん、こうなんかありますよね、うん、でこの懐中メガネみたいなやつ、うん、でこれが360度見える、うん、映画が見えるそういうメガネになってるんですよ、うんうん、でこれをかけるとこう自分の世界が急にその違う世界にトリップするみたいな感じで、それで、うんこのカメラをつけてその10分ぐらいのショーを見て、それが終わるとこういうふうにこう自分たちがこういう場所にいるんですね。で後あの前に座っているあの一番奥に座っているあの水色の男性は俳優さん、うん、でこのすぐそばにいる紺色のジャケットを着てらっしゃる方はこれはただのお客さんで、私もこの机にお客さんと一緒に座っててっていう感じで、体験型で完全にこう俳優さんがこう近くにいたりとかして混ざってる感じなんですね、うん、でここのシーンが終わったら、はいじゃあ次移動してくださいみたいな感じで移動するんですよ、うん、で例えばこんな感じ、うん、で、うん、ここはあのやっぱりこう俳優さんたちが真ん中でなんかこうこれはねなんかなぜかサッカーをやってるんですけど、うん、でこのでその横にですねこういうお洋服ダンスがですね、うん、こうポン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 って並んでて中に椅子入ってるじゃないですか、うん、でここに入ってくださいねって言われるのね、それでこの中に入って座ると閉めてもらうんですよ、うん、あのなんかすごいあの恐怖あの閉所恐怖症の人とかはあの言ってくれれば開けたままにしてくださるみたいなんですけど、問題ない方はこう閉める。でそこでまたあの眼鏡をかけてその映像を見るんですけど、このショーの話がラシスムス人権問題をテーマにしてて、でそのあるちっちゃな子供があの
こうドイツで生まれた、まあ、肌の色が黒い子供がすごいこう子供友達にいじめられて、こういうこう洋服ダンスの中にこう隠れて過ごしてたみたいなのがそういう映像でこう見えたりとかするんですね。自分がそれをちょっと実体験する、半分こう実体験するみたいな感じでこう進んでいくんですよね。で、ここに今いっぱいこれがね 10個ぐらいのスクリーンがあって、一人一人こう映像を見ながら話が聞けるんですけど、一人一人インタビューを全部その人権問題、その嫌なことがあったんですっていう、人権的にすごいこう迫害された経験がありますっていう人がそのインタビューをすごいするんで、それをこう演出家はその集めて、でそれをこう作品にしたっていう作品だったんですよね。で、その部屋から部屋へずっとこうみんなで歩いていくんですよ。だからその歩いていく途中の廊下はこんな感じ、でもその部屋に入ると例えばこんな部屋があったりとか、なんかすごくモダンなんですよ。でその音楽が部屋にも入ってるし、その、カメラを見てるカメラからも音楽が流れてくるし、すごくね、いい形にこう本当にその実現在と実際にこう見て俳優さんが近くにいるっていう現実の世界と、そのタイムトリップするそのメガネもすごくうまくこう使っていて。ちなみにその音楽っていうのはどういう音楽なんですか？音楽はね、テクノ的な感じでしたね。なんか全部電子音楽で。なんかこう耳に心地いいクラシックっていう感じじゃない、ギギギガガガグググみたいな感じ。でもそれがその音楽がそのうまいことをその見てる映画360の、ね、映画から現実の世界にこう戻してくれる感じだったので、作曲家も非常にねすごいなと思っていましたね。でも、こんなモダン演出があったと思ったら、またもう一つね見たのは、これはですね、グッドフレンズクラブっていう名前の演劇というか音楽作品で、でこれはですね、こうまず最初の入り口の部屋で、ここにコートがかかってるんですけど、後ろに。で、このコート1枚取ってください、着てくださいって言われて、みんななんか同じような、要するにそのユニフォームみたいな、色は違いますけど、色々あるんですけど、着せられて、なんか日本のハッピーみたいな感じで、なんかそういうのを着せられて、で、それでこう行くんですけど、それなんかこう、グループ、これはね、最高20人ぐらいのグループが1つになって、で、そのショーをずっとやっぱり体験型でこう歩いていくっていう感じだったんですね。で、その20人が最初、まずみんなで名前を言い合ってくださいって言って、20人の名前を覚えてくださいって言って、このみんなでそのクラブに参加できるかどうかのテストをずっとさせられて、最後に、あ、合格いたしました、あなたはこれでグッドフレンズクラブの仲間になりましたみたいな感じになるっていう、そういう感じ。で、これはね、作曲家、このね、手前にいる人、このメガネのお兄ちゃんが、実はこれ、私と同じグループで、お客さんとして参加したんですけど、実はこれを作った演出家兼作曲家だったんです。っていう感じで、こう、で、これはね、最初の、結構最初の方のお部屋なんですけど、こうやっぱりこう今座ってるのがお客さんで、4面に3面かなに大きなスクリーンがあって、そこにやっぱりこうすごくこうテクノ的な感じのやっぱムジークが、音楽がガー流れて、これはもう本当に、なんかライトもピカ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 しているのが、もうすごいこう激しい感じの、なんかちょっとディスコみたいな感じの激しいライトでっていう感じ。で、これもそのいろんな部屋があって、あとじゃあみんなで、この20人みんなで、じゃあ問題、宿題を出すんでこれをやってくださいみたいな感じで、みんなでその宿題をやったりとか、なんかそういうことを していく。最初のシーンはなんかそのスキャニングをしますみたいな、その自分をまずクリアにして、このグループの中に入り込むためのなんかこうスキャニングされて、そのなんかライトの部屋に入って、わーってスキャニングされるとかですね。まあ、本物のスキャンじゃないですけど、そういうなんか見せたりとかですね。なんかそんな感じ。で、まあなんかね、私が、あと他にはね、日本人の方が2人参加されてる作品もあったりしたんですけど、それはあれですね、中国人の方が作詞をして、やったオペラで、中国の香港、2019年の香港の、大きな騒動ありましたよね。
あの何でしょう、政治に対しての、うん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 、あれをテーマにした作品だったりとか、うんうん、あの結構、ね、面白かったですね。これなんかあれですね、そのさっきのお話聞いてると、まあ、例えば10人とか何人かのグループでこう中をこうアトラクション的にこう歩いていくっていう感じなんかなと思ったんですけど、それって面白いですね。なんかずっとここで体験型っていう形で最近流行ってるんじゃないかなと思います。で私もそういうのがやりたくて、うん、実はあの今作ってるオペラもそんな形にしたいなってこともね、うんうん、4年ぐらい前から考えてるんですけど、うんうんうん、多いんじゃないかなと思います。ただですね、うん、問題はチケットとその1回、その最初の方のやつ、あのそのメガネをかけて見るやつは1つのグループが9人で、うん、20分おきにしか人を入れられないんですって。で、いうことは一晩に3時間ぐらいやっても10組ぐらいしか行かないので、うん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 、そうするとまあだから100人弱ぐらいしか入らないわけですね、うん、でっていうと101回やって100人だと、まあ、あのすっごいこう物理的な話をするとオペラだとちょっと採算が成り立たないので、うんうんうん、あの相当厳しいよなとは思います、うんうん、でグッドフレンズクラブの方はそれよりちょっと大きくて20人っていうことだったんですけど、それでもやっぱりね一晩にはけられる人数っていうのは、まあ、150人ぐらいでしょうね、ないかなと思うので、うんうんうん、そういう意味で言うとやっぱそのやっぱり お席が決まっててっていう座席上だと、あの大きいところだと何百人って一気に何千人とかいきますからね、うん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 、オペラ座だったら2000人いきますから1回で2000人っていうとやっぱりね、うん、その一晩100人しか行かない劇場とやっぱり大きく違いますよね。うんうんうん、うん、でだそれこれからは多分そういうこうなんだろうな、ライブで経験することのものすごい価値がパフォーミングアーツの世界で増えてくるんじゃないかな、それを価値を帯びてくるんじゃないかなって私はちょっと今思ってるんですね。その今までのその客席があって舞台があってっていうのだったら映画館でも演劇でも同じじゃないですか、うんうん、ただその演劇とかあのお能もそうですけど、実際の生の人が実際にその瞬間にいて舞台でパフォーマンスをしてるっていう、そこがやっぱりすごい価値があると思っていて、でオペラもしっかりなんですけども、うん、これはだからマイクを通してしまった声じゃなくて、おのもそうですよね、その生の声をお客さんに直接届けるっていうことのやっぱりすごさっていうのが、うんうん、それはその声もそうだしエネルギー感もやっぱり違ってくると思うので、そういう意味でそのそういうものを共有できるところがその YouTube で見るとかその映画館行くとかいうのとは違うんだっていう、うんうんうん、そのパフォーミングアーツのそのなんだろうな長所を最大限生かしていけたらなって思うんですよね。で、うんうんうん、今回のこのビエナーレは、まあ、ドイツだからちょっと物価が安いっていうのもあったり、国のあの完全な主催だってこともあってチケットがどれも結構安かったんですよ。で、うんうん、その9人で入っていくようなそういうプロダクションでも1人18ユーロだから2000円ぐらいしか払ってないんですね。2000円で100人だと1日2万円だともう絶対元取れない。無理無理。20万ごめんなさい20万だと絶対に元取れないので、うんうん、ホール代、あの後ろの技術の人たちとか照明機材とかも全く無理なので、だからそれがどういうふうに今後なっていくのかなとは思いますよね。だからすごい高い金額でもパフォーミングアーツに行きたいって思う人が出てきてプレミア感が出るのか、何か方法がないと、ただあんまり高くなんか分かります、すごく分かりますわ、その、 あのジレンマみたいなものがそこにありますよね、うんうん、ですよね。だからそのすごいいいもの見たい、やっぱりその観客とお客その出演者の距離感が近ければ近いほどやっぱりライブ感っていうのはやっぱりすごくこう生きてくると思うので、その辺ですよね、今後どうなっていくのかな、パフォーミングアーツはっていうのをすごく考えさせられるパフォーマンスだったんですけど、あともう一つ言いたいのはアメリカとかだとこういうそのエクスペリメントな、そのなんていうかな、実験的なプロダクションって絶対できないんですよ、う
アメリカだともうまずその国そういう国の政府機関のその補助金とか一般の補助金とかでもそうなんですけど、その企画書を書く段階でどれがどの人たちにどれぐらいアプローチできてどれぐらいの人たちがこれを見たいと思ってるかっていうことが的確に説明できないとチケットって売れないと思ってるし、だからそのスポンサーがそれに対してお金も出さないんですね。で、そのこういう企画、この何でしょうね、あの人権問題のものとあのその香港の政治の話に関してはこれはね多分あの もうそのきちっとした社会問題のテーマだったんで、まあその芸術としてちゃんとしもしね芸術として滑ったとしても出るかなと思うんですけど補助金が、うんうん、ただもう一つその見たそのさっきのそのグッドフレンズクラブっていうただお友達になりましょうみたいなやつと、うんうん、もう一つ実は見たのがあってプランフォーフューチャーオペラスっていうんですけど、そのフューチ将来のオペラの企画っていうプロダクションだったんですよ。それはもうね本当にただの音楽ジョークっていう感じで、もうなんていうかな笑っちゃうんですけど、最初普通それはね舞台があってちゃんとお客さんがあって普通にこういわゆる普通の舞台とお客さんという感じだったんです。で前にスクリーンが1個あってピアノがあって歌い手さんが立つマイクがあってそれだけみたいな。で出演者はピアノ1人とソプラノ1人って書いてあって、うん、これでオペラどうやってやるんだろうなと思ってちょっと興味津々で行ったんですね。で最初座ったら、まあ、こうあのアナウンスが流れて、はい、目をつむってください、深く息を吸ってください、何も考えてはいけません、で瞑想が始まるんですよ。で、うん、あなたは今古いオペラ座の中におります、舞台には何もありません、はい、横から合唱団が少しずつ出てきました、そこにストームっていうその何嵐の音が聞こえますみたいな、でこうずっとそういうアナウンスが入るんですよ。だからこれはずっとひたすらその瞑想だけで進んでいくのがフューチャーのオペラはと思ったら、あとそれがメアを、まあ、開けて良い時間が来て、そしたら今度はこのなんかそのね、未来のオペラのプランナンバーワンとか言って、例えば、森と話すオペラとか言って、でその森の木とあの鳥が話す、歌い手さんが鳥の声をちょ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 ピッ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 とかしてひたすら歌うみたいな。でそれが終わったらプランナンバー2で今度はね駐車場のオペラ、今度はこうあのプップーピッピーピッピーって車の音をひたすらピアノと歌う人もプップープップーってやるみたいな。それが終わると今度フューチャーオペラ4みたいな、今度はモンス死んだ人と話をするオペラ、死んだ人とその宇宙でつながりますみたいな、でこうふいよーとか言ってつながるみたいな、でこうひたすらなんかそうで今度モンスターと歌うとかね、もうなんかこうもうずっとそういう感じで、そうひたすらギャグだったんです。で、こんなギャグのオペラ、もうね こんなものを国のお金をかけてやらせるなんてアメリカじゃ絶対にありえないなと思ったんですね。だからなんていうかな、その良くも悪くも芸術を、まあ、実験的なところでもお金かけてやらせてやろうじゃないかと、若手にっていうなんかこう懐その広さがやっぱりドイツっていうのはあるなというか、芸術に優しいなというか、なんかそれをね久しぶりに本当感じたんですね。あのアメリカはもう本当にお金お金お金なんで、やっぱりそのオペラよりミュージカルの方がお客さん入るから、じゃあミュージカルやるねみたいな、でクラシック音楽よりもポップスの方がお客さん入るからポップス行こうねみたいな感じで、全部がその分かりやすいものっていうかな、分かりやすいものでもいいクラシック音楽とかいいオペラとかあると思うんですけど、なんかそのなんていうんですか、そう難しいですよね、そのちょっと説明ができにくいんですけど、でもなんか分かります分かります、うん、あの金銭をベースにした考え方ですよね、うん、基本的に、うん、で、うん、芸術っていうのはそことどんだけ距離を離れられるかっていうのが、言ったら挑戦っちゃ、うん、挑戦のところありません。それで難しいとこですよね、そのお客さんにやっぱりいいなって思ってもらえることってやっぱり大事だと私は思ってるんですよ、うんうん、ドイツでは実は芸術はお客さんに理解できないものだっていうふうに実は結構定義されていて、お客さんがブーって言ったものはいいものなんだみたいな、もうすごく両極端に思っちゃう人も結構いるので、そこ本当にちょっと難しい接点なんですけども、私はね、なんかね、
あんまりお客さんに全く理解されないものっていうのは、うん、それがいい芸術かっていう、そこがジャッジのポイントで私はないと思っていて、うんうんうん、それでもその例えばその、ね、50年後にやっぱりあこの作品いいねって思われる、ただその出てきた時の時代が早すぎたっていうこともあるし、それはいやダイヤモンドにならないただの石でしたっていうこともあるかもしれないし、うん、でそれはちょっとこう分からないんだけども、そうお客さんの意見も私は大事だと思っているし、それに対してお客さんの求めるものを基本的には作っていきたいなと思うんだけれども、そのためになんていうかな、その努力を忘れてはいけないっていうか、なんかこうファーストフードのハンバーガーは安いし、安い値段も出せるから売れるしみたいな、で簡単に食べれるからお客さんに売れるか、じゃあなんかファーストフードのハンバーガーだけ作っていればいいんじゃなくて、やっぱりこう本当に体の底から一つ一つの細胞が喜ぶような美味しいご飯を提供したいよなって思うわけなんですね。うん、芸術であってもっていう感じです、うん、ということをすごいね考えさせられた、いやなんかね今その話を聞いたのと、例えばそのさっきのそのドイツの、まあ未来のオペラの話とかって、未来のオペラの話なんかのねまさにやってるのは僕らの脳ですからね。ここはどこそこですって言ってるだけで何も変わってなくって海岸ですとか山ですとかね、そんな感じですからね。確かに、うん、でなんか喋ってる言葉も会話をしてたかと思うと突然なんかメロディーが入ってきて、なんかそれこそ天と交信してるような感じになってる。確かにそれで見れば脳ってそうですね。そうなんよ。ああ。聞いてこれ脳じゃんって思ってたもん。あ、そうか。うん。新しく全然ないみたいな。うん、なんかそのなんか聞いてて全然違和感ないんですよね。おお。なんかねこの話ねちょっとねもう一回僕の方でやりましょう。わかりました、はい、はい。この続きは次回の方で、はい、はい、はい、では今日はありがとうございました。失礼します。